久保さん今回プロン、プロンプトにしましょうか。まあ、パソコンだとコマンドプロンプトみたいなね、ああまあ、なんかあるんですけど、要はまあ、これはその指示する、うん、みたいな感じで、まあ、この前に、ね、チャット g t p をこうご紹介しましたけども、チャット g t p で,でもどういう AI にどういう質問するのか、どういう語句を入れて質問するかによって、その回答が変わるんですよ。 だからそれをうまく活用するんだったらどのように指示、AI にどのように指示していくのかっていう、でもこれは、まあ、ぶっちゃけリアルの会社でも一緒で、まあ、従業員にどのようなマネージメント能力、どのように指示をしていくかによってこう変わるじゃないですか。ただ、人をマネージメントするのと AI をマネージメントするのじゃ、やっぱ明らかに違う行動があって何かっていうと、AI に関しては、あの文句言わないってことですね。文句言わない <laughs>。人間はね、文句言うんですよ。 うん、でも AI はロボットなんで文句言わないですよ。今のところはね。今のところは。人間にら逆らうってことはないじゃないですか。例えば、この指示を、あのあのこの指示をしました AI に。いや、あのすみません。それめんどくさいんでやりませんって言わないですよね。どうですか <laughs>。嫌な顔しないですよね。美、ま、容、あ、で回答してくれるじゃないですか。でも人間だと、まあいい、いや、その仕事ちょっとって言われることはあんま少ないかもしれないですけど、嫌な顔されるとかね。チッとかね。チッとかね。<laughs> だからね、AI の方がね、いいっすよ。AI をマネージメントするというか、AI をこう使えるようになると、ロボットを使えるようになると、非常にいいんじゃないかなと思いますね。文句言われないんで。いってらっしゃい。